どうも皆さんこんにちは。今日は2023年の7月の3日の月曜日ですね、本日も昨日に続いてかなり、ね、気温も上がりまして、名古屋は34度から35度ぐらいですね、昨日は名古屋35度ぐらいまで上がったということでございますね。本日特急南紀1号に関しては手前をですね、この近鉄の回送電車に、ね、ちょっと遮られてあれなんですが、なんとか横のですね、乗務員の方がですね、出入りする扉のところに書いてありました D201 というのを判別してのことですね、これはもう H85 ならではのですね、判別方法でございます。あれがキア85系だったら多分わからないままだったんでしょうねということですね。さあこの辺りターンテーブル向きにちょっと移動がありますね。大阪北編成 D104 ということになっております。さあここをね、いろいろ見ていきますと、85のね、0番台がずっとね、もう3両まで並んでおります。もう使われることないんでしょう。 A3 編成、それとですね、こちら、7月9日のキア85系の5両、多分これ編成組み立て完了でございますね。もういろいろね、だいぶ変わってきております。はい、この奥側と書いてあるのは先ほどのキア85系ですね、飛騨7号でございますね。こちらが飛騨2号の名古屋駅7編成ということでございます。早速ですね、もうさよならキア8号系が組み立てて、仕上がってきております。1209の次の2号車はやはり、赤色のシートが、ね、見えましたので、1100番台の奇数ということで間違いないと思います。それが、どれなのかというのはまた、ね、後日ちょっと見ていきたいと思っておりますので、分かり次第またね、お伝えをさせていただきます。だいぶね、今週ですからね、そろそろ組み上がってこないといけないなというところでございますよね。特急なき2号名古屋駅という感じでね、これはね、D202 編成ですね。この辺りサイクルは全然変わっておりませんね。電池だけもまだ変わっておりません。それから、この3編成で今回しているのがどこで変わるのかというところがですね、ちょっと注目ですね。どうなんでしょうかね、いきなりパッとね、7号から変わるということもね、2号の例を今後あり得る、そんな感じがしております。さあ今日はですね、この D202 編成がですね、終わってからね、ちょっと皆様にお知らせがありますので、よかったらご視聴ください。久しぶりキア85系、これね、やはり消えるんですね。3号に変わるわけじゃないんですね。さあ映像は2022年8月13日、ご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はですね、2020年11月4日からほぼ毎日更新をしてきました。思い起こせば2020年9月の16日 JR 東海からのね、このお知らせについて衝撃が走り、2020年9月22日グリーン車付きの6両編成を取りに行きました。これ定期運行最後ですよね。その時に今後キア85系をね、記録を残そうと思い、今日まで撮影してきました。まあ、しかしその目的だった85系分南紀号もですね、6月31日定期運行から引退してしまって、まあ、さらにですね、85系の運行は7月8日、7月9日のみになりましたね。その目的の85系が7月9日に終了になることを機にですね、私の撮影配信も終了させていただくことを考えております。まあ、鉄道知識もあまりなかったんですけど、コメント等でいろいろ教えていただき、本当に勉強になりました。本当にありがとうございます。日々たくさんのコメントをいただき、返信がね、遅くなることも多々ありましたが、なんとかですね、今日まで撮影を続けることができました。本当にありがとうございます。映像はね、これ8月14日南紀81号ですね。多彩な、この多様な編成が見れることがディーゼルカーの魅力で、この85系の魅力は1両単位での車両の組み替えができ、ね、多様な編成が見れるところでした。本当にディーゼルカーですね。そして目的の車両がいないまま撮影を続けることはね、ちょっと難しいとの判断になりまして、本当にね、コメントをいただいた方、それでは皆様とつながれたこと、本当に感謝をしております。最終の撮影は7月9日、そして配信は7月10日によりなる予定でございます。ありがとうございました。